見つけました。3個目がありそうなところを見つけました。あとスターをコインを探してたらスターを見つけました。スターコインを探してたらスターを見つけましたが、正しい類似用語です。すいません。コメントをいただいている方ありがとうございます。本当にくだらん動画にねコメントくれて、でもねこれいつかはくだらんくなくなるんです。この動画は分かってるんです。そんなことはすいません。今に見ててください。これになるんや、これになるんやったらなおさらいけるわ。最後のとこ見つけてんと俺あかん。でもここの軌道がわからん。この子たちのこの子たちの軌道、ここね、こういうコインが空いてるところは絶対なんかあると思った。あら、さっきと違う。さっきこの上が見つけて、あー上を見つけたのに上に急に行った。ルイージはすごいあのあれがジャンプ力があるんです。でこっからあ、行けた。全然か、全然ってことない。スターで行けたんかもしれん。滑空じゃなくても行けたんや。なんかすんげえ遠いなと思ったんやけど。これで3つやろ。だから隠しゴールやろ、これ。あれ、滑空しなさいってなってる。滑空しなさいってなってるってことは、やっぱり滑空じゃないといける想定じゃないんやけど、スターがあるから、行けたっていうことです。で、マリオメーカーもやってるんで、いまだに。L ボタンと R ボタンの愚痴をいつも言ってるんですけど、メリオメーカーの方でも、R でジャンプする、くるってするようになっちゃったら、癖がつくぐらい R を押しやすくなってるからいけたんかもしれん、今のところ。くるってなったと思った。ありがとうございました。